英領ボルネオ作戦は太平洋戦争で日本軍が実施した南方作戦内の作戦の一つ。陸海軍中央協定で定められた作戦名称は B 作戦。南方作戦陸海軍中央協定では英領ボルネオに対する作戦目的は資源領域並びに航空基地を占領確保するにあり。 海戦諸島南方軍直轄の一部をもってミリを九州占領し資源領域並びに航空基地を確保す。ミリを占領せば引き続きクチンを占領し航空基地を獲得整備し海軍航空部隊を推進す。と定めている。1941年12月13日、日本の船団はフランス領インドシナのカムラン湾を出港。 戦団の護衛は、軽巡洋艦、ゆ良及び、第三水雷戦隊第十二駆逐隊、第七国戦艇、特設水上規模艦、上川丸だった。十隻の兵員輸送船が、川口清志県少将を指揮する、日本第35不評旅団本部を搭載した。栗田武雄少将が指揮する、重巡洋艦、鈴屋、熊野及び、駆逐艦、吹雪、き、さぎりが、支援部隊だった。 日本軍はミリとセリアの占領を目指し、残りの部隊がクチンと近くの飛行場を占領することになっていた。戦団は発見されずに進み、1941年12月16日の夜明けに2つの上陸部隊は、イギリス軍からごくわずかな抵抗を受けただけで、ミリとセリアを確保した。数時間後、ルトンも同様に占拠された。オランダ軍の B-10 爆撃機は、 12月17日にミリーの基地、新河湾通から日本海軍を攻撃したが失敗した。3機の d o 2 4系飛行艇が自分の攻撃の援護に当たるも、1機はおそらく上川丸搭載の水上飛行機により撃墜された。残る2機は雲に遮られていたため、日本軍に発見されなかった。1機の飛行艇が シのの目に2 0 0ラム爆弾2発を命中させるも、爆発によるニアミスで外反を損傷した。駆逐艦の船尾は破損し、数分以内に沈没した。もう一機の飛行艇は、貨物船に爆弾を落としたが、逃した。B-10 爆撃機は12月18日と19日にミリで攻撃を行ったが、 新カワンツー飛行場が日本によって発見された12月23日にスマトラ島に退避した。12月22日、日本の船団がミリを出発して、クチンに向かったが、オランダの飛行艇 X-35 が発見し、無線でカレルエージェイ・ファングルーネフェルド少佐が指揮する潜水艦 K-14 に警告を送った。12月23日20時40分。 K-14 は日本の船団に侵入し攻撃を開始した。兵員輸送船、日吉丸と香取丸が沈められ、数百人の部隊が失われた。北海丸は沈没を防ぐべく浜に座礁し、後続の輸送船団はそれほど深刻な損害を受けなかった。残存部隊は上陸に成功した。第15パンジャブ連隊。 第二大隊は攻撃に抵抗したが、間もなく劣勢となり、川の上に撤退した。午後には、クチンは日本の手に渡った。12月23日から24日にかけて、ケイズビーは日本の駆逐艦、サギリをクチンの30マイル北に魚雷で攻撃し、太平洋で最初に軍艦を沈めた、連合軍の潜水艦となった。ケイズビーは翌日に、 日本の囲号第66潜水艦の魚雷により全乗員と共に沈んだ。12月24日と28日に別の部隊の B-10 爆撃機がセンバワン等のシンガポールからクチンに対して作戦を遂行した。12月26日、サマーリンダから出撃した B-10 が日本の総海底と石炭輸送船を沈めた。一方、 1941年12月31日、渡辺中佐の指揮する部隊は北に移動し、ブルネー、ラブアン島、ジェッセルトンを占領した。1942年1月18日、小型漁船を使用して、日本軍はイギリス領北、ボルネオ島の政府の所在地であるサンダカンに上陸した。北ボルネオ武装警察署はわずか650人しか、おらず。 日本の進攻を遅延させる抵抗はほとんどできなかった。1月19日の朝、チャールズ・ロバート・スミス知事はイギリス領北ボルネオを降伏させ、他のスタッフと共に抑留された。12月25日16時40分頃、日本軍はクチン飛行場の占領に成功した。パンチャブ連隊はジャングルを通って、新河湾地域に交代した。 新華湾が12月29日に同様に日本軍によって占拠された後、英国とオランダ軍の残りの部隊はサンピットとパンカラン分を目指して南方のジャングルにさらに退却した。そこにはオランダ軍のこたわり人飛行場があった。カリマンタンの南部及び中部は東西からの日本海軍の攻撃の後に占領された。 ポンティアナックの町は1942年1月29日に日本軍に占領された。連合軍はジャングルに覆われた山で10週間を過ごした後、1942年4月1日に降伏した。ありがとうございます。